司法書士の重森です。大阪市内出張無料で天王寺で司法書士をやっております。生前贈与をするからもう相続人の縁を切りたいっていう風なご相談を受けることがあります。もうすっごい、やんちゃな息子で、もう全然もう言うことを聞かないと。もうなのでもう縁を切りたいと。でも簡単には縁切れないから、1000万円先に贈与で渡すからもう縁を切りたいというご相談あります。でも生前贈与で1000万渡したからといって相続人で亡くなるわけではないので、その方がおっしゃられる縁を切るということにはつながってないと思われます。ですので、その生前贈与をして縁を切るっていうことはなかなか難しいかと思われます。詳しくは当事務所までご相談ください。当事務所の連絡先はこちらになります。以上、司法書士の重森でした。